aim high, yeah. Don't cry, fly high, my dream is climb time. I keep going high, yeah. はい、皆様、新年明けましておめでとうございます。2020年もこのショー YouTube チャンネルをよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、カルロス・ゴーン逃亡しましたね。はい、カルロス・ゴーン、レバノンなんか言い方難しいな、レバノンに逃亡したんですけど、これすごいなと思うんですよね。で、俺ショーが思うことは、今回この逃亡になった一番の原因は、その日本のその出国管理の甘さがめちゃめちゃこれ浮き彫りになったんじゃないのかなと思うんですよね。で、多分一般のそのなんつうの、出国入出国は結構厳しいと思うんですよね。僕なんてもう出国する時とか、もうめちゃめちゃ調べられますからね。で、例えばアメリカとか入る時も、もう何しに来たのとかいろいろ調べられて、もうめちゃめちゃ調べられましたよね。だから多分その問題視しなきゃいけないのは、その一般の人たちが入る出国するそのそこじゃなくて、 VIP の人ですね。超スーパー VIP の、まあ、なかなかないと思うんですけど、プライベートジェットを持ってるわけですよね。はい、カルロス・ゴーンさんは。で、プライベートジェットの人たちって、そんなにその出国とか、その手荷物の検査とか、でかい荷物の検査とか、俺プライベートジェット持ってないんで分かんないと思うんですけど、でも今回プライベートジェットに多分ゴンさんはその楽器が入るでっかいね、そういうでっかいそういう入れ物に入ってその行ったって言ってますけど、まあ多分普通のその一般のあれでもこんなでっかいのは多分 X 線とか通せないと思うんで、でもさすがに人が乗ってたらもう分かると思うんですよね。だからそのやっぱプライベートジェットとか超スーパー VIP のその出国管理にすげえ今回これ問題が俺はあるんじゃないのかなと思ったっすよね。だから、まあ、今回これができちゃうってことは、でしかもそのめちゃめちゃ有名なわけであって、その保釈中とはいえ、これやっぱりその警戒はしなきゃいけないわけじゃないですか。それで普通に出国されてしまうってことは、かなりこれ VIP プライベートジェットとか、その一般じゃないその人たちですよね。こんにちは、ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。あの一般じゃない人たちはこれもっと厳しくしなきゃいけないと思うんですね。もしこれがまかり通るんであれば、密輸入だったりとかスパイとかはもちろんですけど、そのやっぱり今年オリンピックもありますけど、そのやっぱテロリストとかも、そっちとかも本当にこれ危ないと思うんですね。だからもっとその一般のその入出国は厳しいと思うんですけど、日本はプライベートジェットとかそっちはまだまだその甘いんじゃないのかなと思うんで、僕としてはあの安倍総理、あの日本の VIP の本当プライベートジェットとか持ってる人たちですね、まあ、世界中のそれプライベートジェットのその荷物ですよね、をもう少しこの入出国の時に厳しくする必要があるんじゃないのかなと俺は思いましたね。だって今回の多分 もう問題点がそこじゃないですか。プライベートジェットのそこの出国の管理の甘さじゃないですか。そこがしっかりなってれば、多分ゴンさんは今頃ね、あのレバノンにいないと思うんで、まずそこが僕の一点ですね、気になったところですね。で、今回そのカルロス・ゴーン の逃亡に関して、次気になったこと、僕2つ目なんですけど、なんかそのフランスからカルロス・ゴーン氏にパスポート2つこう発行されてたみたいで、でもパスポート2つ発行って、そもそもこれ自体があのもう俺はよくわからないんですけど、で、まあ、裁判の途中にあの裁判官に
そのパスポートをその一つ、フランスから送られてきたパスポート一つをカルロス・ゴーンは所有していいっていう許可がなんか特別に下りてたみたいで、ただ保釈中はその弁護士がそのパスポートをしっかりこう保管をして、カルロス・ゴーンは絶対持たないようにみたいな、そういう決まりだったみたいなんですけど、もうそもそもそれダメでしょ。その裁判官がその保釈中にカルロス・ゴーンの弁護士にパスポートを持たしておく時点で、それ絶対もうそれも甘いよね。うん、俺はそう思ったっすね。そもそもそれもその今回のあの逃亡に関してこう失態の一つの大きな要因じゃないのかなと思ったっすよね。だからすごいっすよね、そのパスポート2つ発行してもらうってこと自体がなんかもうそこの時点でもうなんかこう先を考えてるなと思ったっすよね。で今現状はその僕あとさっきねチェックしたところ、法務省、日本の法務省がと ICPO ですね、と国際刑事警察機構で、まあ、要は海外にも行っちゃったわけじゃないですか、ゴーンさんが。だからその ICPO 国際刑事警察機構からの申請を出したみたいですね。日本がもう法務省がそういう申請を出して、今そのレバノンの、政府が、国際刑事警察機構の、国際逮捕手配書を受け取ったみたいですね。なんで今もうレバノンの政府はそのゴーンさんに対してもうすごくねこう今多分いろいろな部分を調べてるところだと思うんですけど、でここで俺が一つ気になったのがそのレバノンの大統領ですね、ミシェル・アウン大統領はその自由愛国運動の FPM の創立者なんですよね。で要はその自由愛国運動だからもう自由なその愛国心を持ったそういうそれの創立者なんで、だからその愛国心強い人間に対してどうなのかなって、どういう、だからひょっとしてそのこれは俺考えすぎかもしれないけれど、やっぱカルロス・ゴーンっていうのはもうめちゃめちゃそのレバノンにとってもものすごいこうもう誇れる人だと思うんですよね。やっぱり日産をねこうものすごい急上昇させたもうすごい CEO なわけじゃないですか。ただまあ中でいろいろあって、まあそういうねあの日産の方々もね納得いかない部分もあって今こういうお金の問題でああいうふうになってはいるとは思うんですけど、ただ日産をものすごい急上昇させた世界の日産ですよね。日本が誇る世界の日産をあそこまで本当に発展させたあの大統領じゃなくてあの CEO なんで、だそれをレバノンの大統領のミシェル・アウンさんはその自由愛国運動の創立者であって FPM ですね。だからもしカルロス・ゴーンとミシェル・アウン大統領がこうつながってったら、そのレバノン その政府の対応ですよね、これどうなっていくのかなっていうのは俺一つすげえ気になった部分ではありますよね。だからそうだね、だ日本で裁判するよりはそのレバノンで裁判した方が、まあ、日本のね多分カルロス・ゴーンの言い分としては日本だとその、まあ、人権的な部分もあるし、もう本当にこう裁判になってももう有罪になるように仕向かれてるみたいな、もう確実にもう不利な方向にあの持っていかれるから、もう不利な方向に持っていかれなければあの逃亡する必要もないと思うんで、だからそのレバノンにその行く理由っていうのはもうあったと思うんですけど、であとね俺最後にそのこれはすごいなって思ったのがあのゴーン氏のあのキャロル夫人ですよね。なんかキャロル夫人があの逃亡計画をなんかこう立てたみたいで、こうすごい愛の力ってすごいなと思ったんですね。だって法も飛び越えて国境も飛び越えたわけじゃないですか。要はもしキャロル夫人が計画を立てたのであれば、で普通はそんなリスク取らないと思うんですよね。だからそこまでリスク取るだってもう国際手配なわけじゃないですか今や。だからものすごい大事になったわけですよね。もうだから本当にこれ世界的なニュース、まあもちろん最初から世界的なニュースですけど、より世界的なニュースじゃないですか。しかもタイミングですよね。タイミングなんかもやばいし、だからその、まあ、今回そのカルロス・ゴーン、まあ、被疑者のその、まあ、レバノンに逃亡したのを僕はこう見てて、
やっぱそのキャロル夫人がもしねそれを逃亡計画をね立てたならば、やっぱりその愛の力っていうのは法も国をももう飛び越えちゃうんだなっていうのを改め、なんつうんだろう、もう勉強しましたね。本当に愛の力はすごい、もうそれに尽きるですね。ということで2020年もね、皆様愛にあふれるね、あの2020年にしましょうということで、あの、まあ、僕がね一番最初に話したそのとにかく VIP のプライベートジェットとか持ってる人たちの入出国は、これはもうちょっと法律を変えなきゃいけないと思うんです。今回の問題点はそこですよね。そこが甘かったから、そこが厳しかったらこんな風になってないと思いますね。だからまずもっとそこをね、あの日本の法律っていうか、まあ、世界的な部分かもしれないですけど、あの厳しくしなきゃいけないのかなと。でもまあアメリカなんて、あの有名なラッパーがあの空港についてもう怪しいもん持ってんじゃないのかなってことで FBI がバーって行くぐらいですからね。だからその点ではアメリカとかの方が厳しいんじゃないのかなって思ったっすよね。あの、まあ、それでもう焦ってさ、こうあの、まあ、薬物を摂取して、でそれで、まあ、ジュースワールドっていう本当に世界的な、本当にシカゴのね本当に有名なラッパーがいるんですけど、あの有名なラッパーが、まあ、亡くなってしまったっていう、そういう事件もありましたけど、だから、まあ、そういう意味ではちょっとこの日本と海外のまたそのプライベートジェットなんかの厳しさなんかも違うのかなと。ただ厳しいからいいって問題でもないですからね。その厳しくてもそのやっぱ命を落としてしまうような、そういう追い込みみたいなのは必要ないとは思うんで、そのまあシカゴのラッパーに話がずれましたけど、僕は本当にそのジュースワールドのあのがそれで焦ってね過剰に薬物を摂取してその発作を起こして死んでしまったのは、あの本当に僕はショックを受けてしまったんで、はい、まあ、ちょっと話ずれましたけど、はい、あのまあとにかくそこですね、あの VIP のプライベートジェット、そこの入出国の部分をもう少し変えた方がいいんじゃないのかなと僕は思いました。ということでね、皆さん2020年もよろしくお願いします。薬物は避けろ。他に金かけろ。他に金かけろ。